皆さんどうもこんにちは、ペリアルです。さて本日はおすすめ漫画の紹介ですが、タイトルにもある通り閲覧注意の漫画です。属性持ちの人には名作間違いなしですが、そうでない人には脳に大ダメージがありますので、ご視聴の際はご注意ください。それでは本編開始です。本日紹介する漫画はこちら、僕はラブソングが歌えないです。本作はジャンル的には DSS というジャンルです。 NTR にかなり近いニュアンスですが、似て非なるものです。さて本作はこちらの界隈ではある程度名前が通っている作品です。 YouTube 上で他にも紹介している方がいらっしゃいますが、私はつい最近読みました。結果的に噂にたがわぬ出来でしたね。私も薄い本なので、この系統の漫画はかなり読んでいますが、今まで読んできた中でもトップクラスの後味の悪さでした。それでは内容を簡単に紹介します。本作の主人公は鈴木。特にイケメンというわけではありませんが、人当たりが良く、周りに人が集まるタイプです。そしてメインのヒロインが3人。まずは幼馴染のミキ。朝、鈴木を起こしに来てくれる上、密かに鈴木に恋心を抱いているという典型的な幼馴染のヒロインです。次にゲーム友達のさくら。ボーイッシュな外見と言動をしており、鈴木とはよくゲームで対戦する関係です。友達のような関係ですが、さくらも密かに鈴木に恋心を抱いています。最後に委員長の鎧。典型的な真面目系のヒロインです。この子も密かに鈴木に恋心を抱いています。鈴木モテすぎやろ、開始早々羨ましすぎるわ。こんな可愛い3人との学園生活を中心に平和な毎日を送っていた鈴木ですが、ここに佐藤というイケメンが転校してくるところから物語は大きく動きます。鈴木が佐藤に学校を案内している最中に、佐藤がこんなことを言います。何？さすがイケメンです。発言に説得力があります。最初は鈴木も気にしないようにしていましたが、たまたま会った中学時代の同級生の発言が鈴木に渾身のダメージを与えます。もうダメだ、おしまいだ。いや、これはきついわ。そんな佐藤の行動を心配しながらも何も行動を起こさない鈴木。その間にイケメンの魔の手がヒロインたちを襲います。まずはゲーム友達のさくら。鈴木との関係が進まないことを悩んでいたのを佐藤に見抜かれてこうなります。イケメン強すぎる。そうだ。次に委員長の弥生。この子も鈴木への恋心を佐藤に見抜かれ、イケメンマジックであえなく撃沈。嘘だ、そんなこと。こういう真面目系のヒロインが一番ダメージありますよね。これでメインの3人は貝落ちです。え、幼なじみのミキがまだ？いえいえ、とっくに攻略済みでした。さくらと弥生の前、一番最初に攻略済みであり、実はこの時佐藤とミキは一緒にいて、この後は3人でという流れです。このメインの3人をはじめ、さっき登場した鈴木の同級生や後輩たちを巻き込み、最初の宣言通り佐藤キングダムは完成していくのでした。さて本作の特筆すべき点、まずは主人公の気持ちの表現が非常にうまいです。ヒロインたちの気持ちが徐々に鈴木から佐藤へと変わっていくところや、それを感じる鈴木の心境が非常に丁寧に描かれているため、読んでいる時のモヤモヤ感が半端じゃないです。またこのヒロインたちの気持ちが変わっていく様子も非常にうまく描かれており、読んでいるうちにヒロインたちに嫌悪感さえ抱くようになりますよ。
佐藤のやりたい放題感のうまさも相まって、本当に読んでいる時に鈴木と同じような顔になります。また先ほど言った通り、佐藤の宣言はその通りになるのですが、ここも恐ろしいほどの気持ち悪さです。ラストシーン、作中でもそのことを想像した鈴木が嘔吐しますが、我々読者も同じような気持ちになります。そして最後に残った主人公の妹、その結末がどうなるのかはぜひ皆様自身でお確かめください。一方で本作は画力的には有名どころの作家様と比べると一歩譲っているというのはあると思います。そのため純粋に紳士向けシーンのみが見たい方はファンザなどで人気の薄い本を買うことをお勧めします。ただ私としては女の子キャラクターは十分に魅力的に感じましたし、読んだ後の後味悪さでは決して他に負けないクオリティです。費用対効果という意味ではトータルではかなり高いと思います。また一部の方の評価でイケメンとはいえ女の子が簡単に惚れすぎではという意見も見受けられました。作品として見るとそう見えるかもしれませんが、実際リアルでもイケメンってそれくらい強いんですよね。もちろんイケメンだからって万能じゃないし、顔が悪くてもモテる人はいくらでもいますが、やはりイケメンは自己肯定感が高く自信満々ですので、とにかく行動力があるんですよね。それを裏付ける後書きでの作者様の衝撃の一言を紹介して本作のレビューを締めようと思います。俺の体はボロボロだ。さて本作の紹介は以上です。いかがでしたでしょうか。久々にいろんな意味で心を揺らされた漫画でしたので、レビューに熱が入りました。本作は上下巻と短いながらも読者へのダメージはちょうど級です。気になる方はぜひ読んでみてくださいね。ちなみにこちらの作者様は現在肌色の青春という漫画を連載されています。本作でしっかりファンになった私はこちらの連載も追っていますが、画力も上がっており、より今後に期待できそうな作品です。機会があればレビューしようと思います。今回の動画は以上になります。こちらのチャンネルでは面白かった漫画やアニメ、ゲーム関係のレビューや感想などを動画にしています。よろしければチャンネル登録、ベルの通知マークや高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。